あいうまそう。これは最高だろ。はい、皆さんこんにちは、グチューの達也です。今日は台湾のローカルフード、みんな大好きなルーローハン作ります。ルーローハンね、皆さん結構ね、耳にして知ってるよって方も結構多いんじゃないかなと思うんですが、美味しいルーローハン作ります。で、ルーローハンね、結構豚バラ肉を使って、結構ゴロゴロとね、スティック状にするのかな、切ってちょっとゴロゴロしたお肉で作るイメージがもちろんあると思うんですが、今回はひき肉を使って作ります。ひき肉をね、使って作るといいことがあります。なのでね、そのあたりもご一緒にお伝えできればなと思っております。ちなみにこちらのレシピはですね、この間の放送したヒルナンデスさんでご紹介したレシピとちょっとだけアレンジを加えたものです。ぜひチェックしてみてください。じゃあ作っていきます。材料こちら、はい、じゃあ早速作りたいと思います。で、登場するのはひき肉です。ひき肉を使う理由はすごくね、火入りやすいんですよ。ルーローハンって何やっていう話なんですけど、簡単に言うと豚肉のそぼろに、なんか結構液体がちゃんとね、こうひたひたしてる感じで、そぼろ煮みたいなのをご飯に乗っける、そぼろ丼台湾版みたいな。肉をね、こうある程度煮込む必要があるんですね。なんですけど、このね、ひき肉を使うと加熱時間がめちゃめちゃ短くなる。まあ、なのでね、その辺は時短になるのかなと思うので、今回はね、ひき肉を使ってやりたいと思っています。もちろんね、大きい豚バラ肉買ってきて、あのサムギョプサルとかでよく使うような、ああいうね、ちょっと分厚めの豚バラ肉買ってきて、ちょっと大きめにゴロゴロ切って作るとより本格的に仕上がるのかと思いますが、こんな感じで下味終わりました。そして続いて野菜切ります。チンゲン菜、よくね、中華の材料でよく出てくると思いますが、チンゲン菜使います。先に落としちゃいましょう。落として、で、この後茹でます。続いて椎茸ね、僕のルーローハンは入れます。で、本場入ってなかったです。なので僕、椎茸のね、旨味をすごい足すのがすごい好きなので、あと食感が美味しいよね。椎茸取って、そしたらね、まあ、ちょっとね、こうゴロゴロした感じがいいので、まあ、大体この辺で傘の部分も、まあ、6等分ぐらい。続いて長ネギです。で、長ネギは白髪に切っていきます。なので白髪ネギにするので、中をね、こうやって芯取り除きます。で、芯ね、これもったいないので炒めちゃいましょう。なのでちょっとザクザクザクと切って、椎茸と一緒に置いておく。で、ひっくり返して細く切る。 OK、 白髪ネギにしました。これ水につけておきましょう。あとはですね、材料紹介しておくと、ニンニクと生姜、これもみじん切りしちゃいました。そしてゆで卵、これも茹でてあります。ルーローハン、現地のね、本格的な味で作るとエシャロットってのが入ってるんですよ。エシャロットって、まあ、玉ねぎですかね。なのでね、もしね、お家にあれば入れてほしいんですが、ない方は割とこういう、これね、フライドオニオンなんですけど、今回ね、せっかくはちょっと入れてみようかなと思います。あともう一個、中華でよくこのね、氷砂糖をね、炒めてお砂糖の代わりに使ったりします。で、すごくね、角が取れたすごくまろやかな甘みになって、ぜひこれ入れるとより本格的な味になります。で、今回はちょっと使わないんですけれども、今回は普通のきび砂糖で作りたいと思います。はい、ではじゃあチンゲン菜まず茹でます。結構ね、ルーローハン味濃いので、やっぱ箸休めにもちろんなりますし、野菜もね、こうぜひね、食べてほしいなと思うので、まあ、チンゲン菜ね、入れてください。でもほんとさっとね、茹でたらいいのかなと思います。 OK、 もういいかな。 OK、 そしたらこれ水気を切っておきましょう。そしたらフライパン移動します。はい、ではじゃあフライパンで炒めていきます。ごま油で、ニンニク生姜入れます。で、香りが出るまで炒めます。で、しっかりね、炒めすぎなくてもこれは大丈夫です。なので全体的にね、よく香りが出てくるまで炒めていきましょう。なんかペルーにあるウユニ塩湖って皆さん知ってますか？そこの上にね、こうね、空が反射してめちゃめちゃ綺麗で、まるで天国のようだみたいなところがあるんですけど、まあ、そこにね、近しい台湾版があるっつって、ちょっと気になって行ったんですけど、まあ、確かにね、綺麗でした、めちゃめちゃ。でもなんか、やっぱ写真で見てるウユニ塩湖をイメージすると、なんかちょっと物足りないなみたいなちょっと気はしたんですが、でもすごい綺麗な場所で。さあ、そんなこんなでね、ニンニク生姜、香り出たので炒めているんですが、ひき肉入れました。で、ひき肉はこのようにね、入れて最初動かさないでください。ね、こうルーローハンらしい、こうちょっとゴロゴロしたお肉
まあ、質感をちょっと実現するためにこのまま置いておきます。で、ある程度炒めてると固まってくるので、固まってきたらほぐしましょう。火が入ってきたかなというところで、これね、もしあれば入れてください。ウーシャンフェン香る粉って感じでしょ、興奮って言ったりするのかな。なので、まあ、これ1個あればね、とりあえず味は中華風になりますみたいなやつですね。まあカレーでいうとあのガラムマサラとか、カレー粉まさにそうですね。あれミックススパイスなので、まあ、あれに近しい感じです。まあなのでお肉がね、ある程度火が入ってきたところで一緒に振っていきます。そしたら崩します、崩します。そしたらひっくり返す。そしたらここで椎茸加えます。で、火加減はずっと中火です。ここでね、ある程度お肉に火入ってきたのでフライドオニオン入れます。本当はね、エシャロット入れるんですけど、まあ、フライドオニオンでもね全然いいと思います。はい、そしたら調味料どんどん加えていきます。調味料を加えていきましょう。全体をよくなじませたところで、じゃあ煮込んでいきます。このままこのタイミングで茹でた卵一緒に入れます。まあ、弱火から中火ぐらいかな。で、一個じっくりじっくり煮詰めていっていくといいかなと思いますので、ちょっとじゃあ煮詰めましょう。うん、どうでしょう、いい感じに煮詰まってきたのが分かりますかね。じゃあこの辺ぐらいは煮詰まったら、ぜひね、こうご飯にね、汁ごとドーンとぶっかけて食べる方がうまいのかなと思うので、このぐらいで終わりにします。チンゲン菜と白髪ネギはね、こう煮詰めてる間に準備しました。しっかりこうやってね、水気を切ってます。こうやってパラパラっといい感じになっております。そしたらじゃあ盛り付けていこうかなと思います。では盛り付けます。ザン、はい、うまそう。どう、これは最高だろ。ゆで卵乗っけちゃって、最後ね、これね、チンゲン菜と白髪に添えて終わりです。こうやって横に添えましょう。こうでしょう。そしてごまちゃんね、ごまちゃんうまいから、ごまちゃんパラパラっと、これで完成。ルーローハンの出来上がり。ではいただきたいと思います。めちゃめちゃ美味しそうだ。匂いもね、めちゃめちゃいいね。すでにほう、めちゃめちゃ美味しい。ちょっと想像を超えるうまさ、すごい美味しいな。ちゃんとね、こう口にね入れた時に、台湾のね、やっぱこうフォアジャオとかウシャフェンとかね、グッときて、お肉もねしっかりね、ちょっとゴロゴロ仕上がってるので、その点もね、なんかこう食べ応えもあるし、めちゃめちゃ美味しいです。そしてね、フライドオニオン入れましたね。フライドオニオンはね、まあ、あってもなくてももちろんいいんですが、あったら入れてください。めちゃめちゃ美味しいです。すごくコクが出てね、この間作ったルーローハンよりも正直美味しいかと思います。なのでぜひ参考にいろいろ作ってみてください。他のご飯でもお会いしましょう。ではね、待て、待てまたね